皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月30日、ここ数週間前に行われました、サッカーワールドカップの予選の日本対中国戦7対0の試合ですね。なぜ7対0かと言いますと、ちょっとね、また曇ってきたんで押し返そうとしてるんですけども、中国に、雲を押し付けようとしてるわけじゃないんですよ。そちらも気温のことありますから。ちゃんと僕の中で、ちゃんと原理原則は出来上がってるんです。あんまり大雨じゃないようなところの砂漠地帯とかに雨降ればいいと。で、それは、どう言ったらいいんですかね。サウジアラビアだとか、アフリカの方だとか。ちゃんと雨降らせていれば、そのうち木生えてきますから。ブラジル見たらわかります。でもわかりますよね。で、まずサッカーの試合なんですけども、ちゃんとね、綺麗にシュート決めれてる人って髪の毛染めてない人なんですよ。で、それはコンピューターグラフィックもあるかもしれません。あるかもしれませんけども、何らかの理由によって、髪の毛染めてるような状況になってる人、本当はね、相手ディフェンダーとかに当たってるからオンゴールなんですよ。だから、ベッコーさんが僕にお金を払ってもらわなかった。これもう世界的なルールなんですよ。だって27年前に、1997年8年それぐらいの頃にフルーツラーパークに世界中のね、政府上層部の人間、もしかしたら1996年かもしれません。集まって、もうそれなりに話してるんですよ。で、その後、1999年、その前後ぐらいにね、三国志をテーマにした、自分なりのゲームがあると。で、その発展、その延長線上にあったのが、戦国風部という形なんですけども、値段的にね、普通に考えたらこれ問題あるんですよ。公正取引委員会が動いてもおかしくないぐらい、ちょっと値段高いっていうぐらいでね。で、それがなぜスルーされてるかって言ったら、一応無料でも遊べるんですよ。で、そこから先は本人の任意性になってくるんですけども、だからもともとお金持ちの人たちにお金を出してもらって、権利者ですから、僕からの、もう国家戦から何から何まで、もう最初の方の内容も全部僕からの提案で、僕はスポーツの勝ち負けの状況とか、そういうことをね、いろんなことを世間に公表してるわけですよ。電波の世界だとか。で、そういうことは多くの人は知っておいた方がいいし、自分で自分の身を守るときにですよ。本当に。どういうふうなことになるか分かりませんから。で、天気の仕組みとかもそうですし、こういう、いろいろコンピューター込みの、社会ですから、電波込みの社会ですから。ですから、そういったことを全て含めて、個人の権利者でいくと1割なんですよ。で、その金額を別行さんがね、営業利益がしっかりと1割、払ってくれれば、払わなきゃならないんですよ、立場上。で、これも、こんなに長い期間払ってなかったら差し押さえられてる可能性あるんですよ。別行という会社自体が。中国政府に。もし元々が民間であれば。で、それで、今度中国政府が淡井圭介にお金を払わないで日本政府に回していたら、日本政府と中国政府が両方とも国連の方で差し押さえてもらわなきゃならない形になるんですよ。法律的に言うと。こんなものすごい人権違反はないですから、第一次世界大戦も第二次世界大戦もなかったんですよ。その頃から戦争のフェイクニュース。オリンピック自体が1800何十年に作られて、4回か5回ぐらい大会開いて、第一次世界大戦が発生したことにして、オリンピック解体してるんですよ。だからスポーツの拡大で、資源の採掘で、地面の中を穴だらけにして、空洞化を広げてね、で、一斉崩落で地震が発生してるわけですから、河川から水が抜けてる分でも、それでも地面の底は空洞化が広がっていって、地震は発生しています。だからその両面をしっかりとしなきゃならない。で、それについて、河川水門開式ダム発電を進めることによって、電力を得られるガソリン車の生産の停止は、だいぶ遅れてしまったと。本当は2020年に行ってなきゃならなかった。ことで、能登半島の地震は発生しています。で、それまでに、もし2020年に、ガソリン車生産停止して、河川水門開式ダム発電を当時からしっかりとしていればっていう部分はあるんですけども、それも全然できていない。で、我が天下というゲームができたのにお金はまだ回ってこない。一人のプレイヤーで3年9ヶ月プレイした方で240万ほど使っていたっていう人もいるんですよ。その人って、武道大会とかに出たら、大体、上位に、
ランクインしてるっていう人だったんですね。で、実際それぐらいお金使う人は使ってるんです。で、これもともと目的何かって言ったら、車買われるぐらいだったらゲームしといてなんですよ。これなんです。で、全く遊ばない世界も、それは無理がありますし、何か楽しいことがないと、無理なものもあります。これは、ね、世の中として。ですので、ちょっとね、まあ、河川水門返してきたまず、ちょっとね、曇り空とかになったりちょっとしてるんですけど、基本的には青空なんですけど、ちょっとね、太陽の光が、今雲が出て隠れてしまってるんですけども、だからね、まあ、未来の時間軸から7対0で勝てるよっていうことを、まあ僕はね、現場にいる人たちに心の声で届けて、で、途中で、中国のディフェンダーの選手が意図的にヒールキックでシュートの向き変えて、1点はね、中国は分かってるみたいなサインを。じゃあ、もう、サッカーの得点で分かってる分かってないなんかもうどうでもいいんですよ、はっきり言って。そうじゃなくて、別校さん、我が店か戦国不分、売り上げの1割、営業利益の1割、民法で言うと、年金利の5分で元本の組み込み1年間で、それで、支払ってもらわなかったら、ダメなんです。で、それは、だから僕は河川の撮影とかね、丹念に行っているのは、まず、事故を発生させないためなんですよ。河川の氾濫だとか、大雨が降った時に。そういったことを込みで、河川の撮影していて、ああいうことを動画で述べてるんですよ。例えば5メートルかける5メートルのところは、もう門ごと、上に上げてしまうと。だから地下水流、ストレートトンネルをつけてるところはつけてますし、つけてないところはつけてます。で、そういうふうなことを言っています。で、だから5メートルかける5メートルのところの、その地下水流ストレートトンネルを作ってるところは、別にその 5メートルかける5メートルごと上げなくてもいいところなんです。で、それはうまい調整できるんですよ。どう考えても。昔の河川と今の河川は違いますから、整備がだいぶされてますから。で、これね、早急に早く手を打ってくれなかったら、またどこかの国で地震が発生しますし、もう正直2035年の時点でかなり、手遅れ感なんですよ。ガソリン車の生産停止。本当は2030年に、生産停止と販売停止を行いたい。で、本当にね、仕事でどうしても必要な人だけ、ガソリン車を購入してもいいですよと。通勤先の話ですよ。大抵の人は電車バスとかで通勤できますから。で、そういうふうな効率の良い、そのエネルギーの使用の仕方に切り替えてもらわなかったら、もう、これ、キリがないんです。で、あとは第二次世界大戦、日本は国際連盟に加盟してたんですけども、その、オリンピックの件で脱退したのか、それぐらいの時期ね、脱退した頃って関東大震災の頃だったと思うんですよ。で、まあ、第二次世界大戦のことに関しては、あんなにね、本当にミッドウェーの海戦とか総力戦、多分昔の戦争映画作ってた話を現実話に持ち込んできたんだと思うんですよ。で、沖縄上陸戦でしょ、で本土200回ぐらいの空爆でしょ、でさらに原爆投下2発でしょ。そんなことされたら助ける人と助けられる人でもう日本中至る所に空爆されたんだったら、そんなもん復興なんかできるわけないじゃないの話になってくるんですよ。そもそもこんなの食料どうするんですかっていう話で、本当に戦勝国は食料運んでくるんですかってバカげた話になるでしょ。だからちゃんと先見て考えたら絶対そうならないです。昔の戦国時代からして本当は嘘まじりの話ですから。で、水はすぐ腐ります。夏場ね、ペットボトル前の日の晩から冷蔵庫で冷やしていた水道水、朝家出てね、昼の12時には水腐ってました。飲んだらジンマシン出てきます。その状況でね、戦国時代、長距離歩けるかって言ったら、朝から昼ぐらいまで歩いたところで、長い距離歩けた人で 20km ぐらいが限界ですよ。それでももうその現場で、その戦できるかって言ったら、ちょっともう動けへんから。なりますから、本当に。馬連れて行ったら馬連れて行ったで、馬が飯くれって言いますよ。馬の飯一緒に運ぶんですかって。水も。無理ですから。で、馬がね、その辺の草を食べたらって、そんなことしたら今度前進まないですよっていう話になるんですよ。とにもかくにも早く中国の方としても早くお金払ってくれなきゃなんですよ。本当に。だから
今先ほど頭の中はだいぶ取られたんですけども、その辺のところしっかりと、取り戻してるんですけども、世の中そんなに甘くない。で、これだったら、1945年に、そのね、第二次世界大戦の頃に、国際連合の労働憲章が出来上がってるんです。えらいこっちゃ、世界中でみんな裁判せなあかんって。ちゃんと法律も持って、ちゃんとお金支払ってあげなあかんって。国がずっとめちゃくちゃなことしとうやんって。え、テレビ局ってもともと国だったのっていうような話になるんですよ。だ政府が悪いになるから、政府が差し押さえたところで、淡井圭介にはお金払わなきゃならないし、だからね、それね、もう、その辺のところね、例えば、弁理士さんと、弁護士さんでね、例えば4人ぐらいで、特許申請しましたと。で、1人当たり 2.5% 売電量の。っていうような話も、もともとあったもあったんですよ。でそれはそれで、別にいいんですけども、給与の算定表の方ですよ。弁護士協会にしても、弁理士さんにしても。で、それで、本当に困ってる人たちを助けてあげるんだったらいいです。弁護士さんの人たちとかはね。で、お金の使い道として、どうせお金余りますから、最終的な段階にいいですよ、最初の方。だから設置の方で費用がどん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 投資しなきゃなんないから、みんなその大金にな、大金、そんなとんでもない大金持ちになる夢をまず捨ててもらわなきゃならないんですよ。先にそれをしなかったら、多くの人の命が失われる49年前から人口は減っていて、生まれてきてる人の数の方で見ましょうと。ずっと少子化が続いてるんです。とある年だけいろんな、もうものすごく日本全国でね、良い方向に、結婚に関してのネガティブ感情を、ポジティブ感情に切り替えるような形、いろんな方向性から放送した。それが、秋篠宮家の、まこ様の結婚の時で、まあ、もともとまこちゃんっていう存在です。僕からしたらね、子供の頃から、幼稚園児ぐらいの頃から、もしかしたら保育園かもしれない。二人ともフルーツアパーク、一緒に散歩したりだとか、家に遊びに来たりだとか、そういうことがありましたから。で、それでなんとかその年だけ、ちょこっとだけね、前年対比ですよ。前年対比で生まれてきている人の数がちょこっと増えただけで、もうあとは、もうこういうような形でね、数減っちゃっていってるんですよ。もう生まれてきている人の数が、半分ぐらいになっていて、その、医療業界のコロナウイルスとかもう、わけのわからんことしすぎ、本当に。そんなものを作ってるから、エネルギーが余計減ると。余計、いろいろ運んだり、病院に運んだりしなきゃなんないから。ほっとったら自分でね、ちゃんと車持ってない人は自分で買い物行ったりとかするんですから、歩いて。エネルギーの消費あんまりないでしょ？だから僕なんかね、まだ今年風呂一回も炊いていません。ね。お風呂の水160リットルも沸かそうと思ったらガスどれだけ消耗するかわかるでしょ？で、石油の採掘の、天然ガスの7割は、天然ガスの7割は石油の揮発したものなんです。石油の採掘をしながら、天然ガスを採掘してるんですよ。メタンガスはごくわずかに出てますけども、まあ、それなりに頑張って、集めてる方なんですけども、地面から吹き出てるところからね。で、だけども、節約を重視した方が早いっていう話にもなりますし、エネルギーを、河川水門開閉式ダム発電とかを日本中で設備が、しっかりとできたら、多くの電力が、その自然再生可能に賄います。そうなってきたら、オール家電とかで、油を沸かしたりとか、ガスのコンロとかも、調理場ですよ。あと、暖を得るときも、まあ、電気で賄うと。そうなってきたらガス火力発電所はいらないっていう形になるんですよ。で、どうしてもこれは、自宅をね、オール電化っていうのは、これはもう時間がかかると思います。本当に。工事的にもそうですし、人員的にもそうですし、金銭的な部分です。急にね、そんな風に切り替えようと思ったら、簡単ですよ。調理台のコンロなんてものは、あれはもう完全に、コンセント型に変えたらいいだけだから、コンロ自体皆さん、持ち上げれるっていうこと、わかります？ほとんどの人そうでしょ。で、だから早くそういう形に持っていかなかったら、もう、電気自動車も、バッテリー交換をね、何度も何度もしてたら、あ、これ、こんなにしょっちゅうしょっちゅう車乗っちゃダメなんだっていうことを覚えさすためにしてるんですよ。わかります？電車。電気自動車です。電車もバッテリーなんかいりません。ほとんど電車の駅の近くの人に、ところにみんな住んでいます。ほとんどの人は。そうじゃないところはバスが通ってます。みんなが自動車やめたらバスの本数増やせます。
便利になります。なんなら政府は補助金つけてあげてもいい。老人になったらちゃんとバス代出るんですから、ある程度無料券とか。だってよぼよぼの人が車を運転してるから事故を起こしてるんじゃないですか。若い人でも事故を起こしてる人は起こしてますよ、会社の無茶な労働時間とかで。私みたいに、あ、まあこういうふうなところも込みでね、中国の方たち、もはやみんな国際連合人ですから、まあ中国政府のこともね、ちょっといろいろ言わせていただきます。サッカー界の人たちとかね、それを行った一般社団法人に関する法律を見てもらったら分かる通り、それを設立した議員とかにも責任があるんです。だから三親等以内の請求があって、族議員というものが存在していて、その人たちが借金の返済とかをしなきゃならない。だからその人たちが、これ以上スタジアム作っちゃダメだっていうふうに動かなきゃならないんですよ。ずっと我々が、給料差し押さえられるっていうね。そういう体制じゃなかったら同じことずっとしちゃうんですから。日本もこの間東京オリンピックで、今度はバスケットボール業界が、どうせそこは行政が関わってるんですよ。全員誘いを抑えられなきゃならない立場ですよ。体育館の返済費用。だからガソリンに関してもこの辺で言うと、店頭小売価格は変なんですよ。レギュラーで1リットル167円だと。200円ぐらいが妥当ですよ。もう日本全国全部一律にしたらいいんですよ。で、その分、そこ JA で、JA なんですよ。JA だから、野菜の値段を優しい値段にしてあげたらいいっていうことだったんですよ。だって多分、郊外で掘ってる方ですから。公の実。それを輸入してきたっていう話にして、良い話とかを求めるばっかりに、サウジアラビアとかから輸入してましたっていう話に切り替えたんですよ。もしかしたら戦争のフェイクニュースで嘘言わされた方かもしれませんけど、もうこれからの世界はダメ。嘘を言わそうとした人もダメっていうことにね。だからテレビ局の人たち。じゃあその上は NHK であって総務大臣。総務省の管轄なんだから。内閣というまとまりがあって、どんどん繋がっていく。ね。行政全員オールノックアウトなんですから。だからその辺のところで、中国のサッカー界も自分たちもある程度、その、借金返済のために頑張ってる、これ以上スタジアムを建てさせたらダメだっていうところでね、日本のサッカー界が買ったところで借金もひたるまだから、返済できるあてもないくせに関係者が無料でスタジアムの中入っていったりしてたんですよ。ヴィッセル神戸の試合でね、僕は最終試合ぐらい見に行こうかと。見に行ったら、ちゃんと僕はお金を払って入ろうとしたんですよ。関係者だろうが何だろうがって。だけども、その横でね、断るは、横でね、無料で入っていく人間はいるわで、もうめちゃくちゃですよ。本当に。もうこんなことしてるからエネルギーはすぐになくなっちゃうんですよ。で、地震が発生するんですよ。あなたたちが業務上過失致死なんだから被災地にちゃんとお金を払いなさいの方なんですよ。返済なんか一生できませんよ。サッカー界なんて。あんなにたくさんのスタジアム作ったら。バスケットボール界も同じじゃないですか。だからスポーツして人殺ししたいんですか、自動車作って人殺ししたいんですかって僕は何回も言ってるんですよ。で、まあこれはある程度の口調で言わなきゃならない。で、これぐらいだったら絶対怒ってる範囲じゃない。笑っときましょうか。まあね、ちょっともう一回、ちょっと巻き返してね、もう一回青空晴天まで持っていってるの。まだあの辺に雲が残ってる。エネルギーの残存量問題。まだ、僕もね、これが僕の暖房器具。布団。電気ストーブもありますよ。ありますけども、基本的にはね、布団の中とかでね、暖を得ています。喋ってたらね、結構体温、上がってたりします。まあ、身振り手振りとかがあるから。あと筋トレとかしたりとかね。まあ買い物行った後とかね。こういう風に撮影をしてるんです。まだストーブできるだけ使わないようにして。もうね、それぐらいちょっと気合入った運動を世界中にしなきゃダメですよ。多分もう公の海で掘ってる。で、それを輸入っていうことにしてる。で、東日本大震災はご覧の通り、あのように、大津波発生してますから。だから海底油田は一番深いところで1万8000メートルと呼ばれてますけども、もしかしたらもっと深いところを掘ってるかもしれませんし、そこでもし掘っていた人たちがいたとするのであれば、その人たちのニュースがない。
コンピューターの自動で掘っていたのかどうか、ずーっとね、遠回しに原発で、原発事故のね、話で、遠隔操作のロボットがあって、遠回しの話、遠回しの話ずっとしてますけども、そこまでずっと遠回しの話で粘られたら、多分海底みたいなところも人いたんちゃうか、東日本大震災の時って。で、その人たちのこと、どうなってんのっていう話になるじゃないですか。救助なんか絶対無理だと思いますよ、震源地ですから。どう考えてもね、すぐに潜水艦出動させて、じゃあ潜水艦がその海底油田のその基地から人間を脱出させるぐらいの能力あるかって言ったら1800メートルでしょ、深いところで、もしかしたらもっと深いところでもう掘ってるでしょ。だって1800メートルなんか僕は子供の頃ぐらいの頃からそう言われてたでしょ。じゃあもうもっと深いところ手つけてるでしょ。違います。どうなんですかね。もうその辺のところでね、ちょっと本当、中国のサッカー界の人たちが、ちゃんとね、ベコさんに、青江さんにちゃんとお金払ってあげなきゃダメよって本当に言って。青江さんにお金持たせなかったら何も始まらないんだからっていう話になるんですよ。国が徴収した自分たちでね、高い給料を得ようとしますから。だって総理の年収は4000万円台ですもん。上げる必要ないないね。各大臣とか。絶対上げちゃう。さあ詰めていかなきゃなんないんだから。その人たちに限って、ものすごい大きな家建てたりとか、あっちこっち飛び回ったりしてエネルギー消費してるんですから。その人たちの息子とかも含めて、お金があるから。僕の場合はお金を持ったらちゃんと稼い、追問返し玉発電に使いますって言ってるんですから。で、そこでね、しっかりと純利益が出てるところを見せつけなかったら誰も投資してくれないんですよ。だって一月年金15万円の給付にたどり着いてる人は女性で3割ですもん。男性で5割、 50% の人、そんなに、そこそこみんな20歳そこそこで結婚までたどり着けませんもん。2人で家建ててローン返済するものですもん。ちゃんと厚生年金に入って介護保険料をかけておいて、その両方があるから、もしかしたら、年金一月の給付がね、すべて厚生年金であるのであれば、一月の給付が12、3万円ぐらいにたどり着いてる人があったら、プラスアルファ介護保険料と政府の、まあ、10万円の給付金だとか、3万円の給付金だとか、それがあるから何とか老人ホーム入れるとか、まだ多分そのレベルだと思います。一応老人ホームあちこち作ってはいるんですけども、みんな最後入れるかっていうと、まだちょっと疑問が残るところで、病院が最悪ですよ。テレビがないですから。あるところはあるんでしょうけども、基本的にはテレビはないです。で、病院でテレビ見ようと思ったら、1000円のテレホンカードみたいなのを買って、それを差し込むんですが、えらい勢いでなくなりますよ。本当に。あんな、そこも公正取引委員会が入った方がいい。テレビなんか1時間で、いや、もういい。100円でも高いぐらいや、50円ぐらいや、あんなに嘘まじりだったらって。本当に本当に衛星放送とかついてないですから。ということで、サッカー界の皆さんもね、本当はサッカー界も僕理由で本当は勝ててるから、その元はエネルギーの残存問題なんですよ。だから ちゃんと言った通りにしなきゃ、しっかりと言った通りにしなきゃダメ、チームの編成とかね。だから昔、横浜フリューゲスとマリノスが合併して、横浜 F マリノスで一つの球団になったんですよ。だから後からそれで発生した残ったところで残党たちがまた新しく J リーグなんか作っちゃダメなんですよ。本当に。だから全員、もともと J1 自体が各スタジアムの、お金を返済してもらわなきゃならない。これプロ野球界も同じです。だからスタジアム作ったもの負けなんですよ。で、大事に使わなきゃならない。だからエネルギーがたくさん消費されるでしょ？作ったら作ったで。で、あとは南から北に向かっての準備を。これは、アメリカのメジャーリーグも、チーム編成をもう一回し直してね、南から北に向かっての巡業、横移動がいらない、横移動が季節に合わせて南から北に向かっての巡業で、暑い時は北の方で試合したらいい。そしたらナイターとかだったら大丈夫だから、もうドームなんか作られたらエアコン使われますから、エネルギーの消費が加速はもう早すぎるっていう、そういうことです。
以上です。皆さんチャンネル登録と着信通知を載せて、よろしくお願いいたします。こうやって晴れにしてね、多くの人がね、暖房を使わなくても過ごせるように、対応しています。あとは買い物とか行ってたらね、自然と歩いて、ちょっとね、まだ向こうの雲まだ残ってますね。向こうの方はだいぶね、青空広がってるんですけども、さっきはこの辺りまでね、すぐ近くもね、ちょっとこ曇りが来てたんで、ね、もう一回ちょっと、押し返してるところです。以上です。中国政府の方たちも含めて、ご早い対応よろしくお願いいたします。お金も使っちゃいました。なんかもう、そんなことじゃ中国に払ってもらいますよ。本当に中国政府に。本当に。もうただもうほん、もうだからもう民間の経済原理とかも本当にありますから、まあ、その辺のところで、あんなにね、もう、それなかったら、別行さんだって無理でしょう。公正取引委員会入られて捕まりますよ。あんな値段、で、売ってたら。どう考えても。僕も通算で、我が天下だけで50万円以上は使ってます。まず間違いなく。戦国保護の方は、まあ10万円以上は使ってると思います。で、アカウントの復旧の仕方とかも、iPad に移設したりするのもうまくいってないですし、Android で、したんですけど、それもね、7コアと 12GB だったから、なんとかなるかなって思ったんですけどね、もう読み込み速度が遅いのと、あと、文字が見えない。打つときに、打ち込みにくい。いや、iPad 方式の打ち込み方じゃなかったら無理です、文章を書くの。だから、ちょっとね、Android を、からデータ移せなかったら、じゃあその50万円以上使い込んできた商社のデータ、誰が保証してくれるんですかっていう話なんですよ。あんな高値で売っておいてね。だけども、もしそこでもともと淡井さんの河川水門開式ダム発電っていう話がありましたと。もともとこれ言ってます。ウルツラパークでね。で、日本のゲーム名かも知ってたはずですよ、任天堂さんたちも。知らないっていう人たちはもう参加しちゃダメ。ごまかし側の人間だから。だからソニーさんも知ってますから。で、一部の人はね。で、あんまりもう人材派遣会社もやめなきゃなんない。もうコロコロ人変わるから、どうせ覚えられないから、その状態作ってしまうと、仕事。いろんなトラブルをいっぱい経験してノートつけてね。ちゃんと家持って帰ってもう一回考え直したりとか、みんなで話し合ったりとかね。会社内で時間ある時だとか。そういった時に、しっかりとどうすれば解決していけるかっていうところ、どこにおかしなところがあったのかと。どこをどうすればよかったのかと。そこまでたどり着かなかったら、これは無理ですよ。お客さんからこれ、恨まれてしまいますよ。本当に。だから台風、中国の方にたくさん行ってたでしょ。だから、我が天下っていうゲームが、販売されてから、もう本当は販売する前から契約書を僕と交わして、僕に渡してあげなきゃならなかったんですけども、まあもともと名前はチン、ヤマ、なんとかっていう名前の会社だと思うんですけども、だからそれしないからね、中国の方でも、台風とか大雨でもし災害があったとするのであればもうそれ原因だと思いますよ。だけど、今僕が言ってるのは、コンピューター等と協力してね、赤道直下の、もう干上がってるようなところ。そこにちゃんと雲を押し付けておいたらいい。寒いところの地域の人たちは。特に昼間。夜まで。ちゃんと真っ暗になるまで。そしたら自然と気温が高くなるんですから。あ、これ北半球と南半球じゃ違うんですけども、まあ、南半球のある程度の気温の人たちは、まあ南風。北風なんか許さないっていうね。そういうしっかりと芯が強いところでね、ビシッと。対応していただけたらなと思います。まあこれ、自然と砂漠も緑化すると思いますよ。本当に。本当にそうですよ。水がなかったら枯れますから。で、あんなに赤道直下、あんなに暑かったらね、この辺でも夏場で葉っぱとか枯れたりしてますからね、一部の葉っぱは。水分不足で。そりゃそうだと思いますよ。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いします。まあ、一般の人たちは、髪の毛染めてない人は綺麗にゴール決めてるっていうところ、神がかり的な力、その辺のところね。で、髪の毛染めてるように見えてる人たちのシュートは、
ディフェンダーに当たったりとか、まあ、一応キーパーの手に当たって、まあ、ゴールとかしてますから、形的な自殺隊なんですよ。で、まあ、一人だけ中国選手をね、ディフェンダー、ヒールキックで、ちょっとね、シュートのコース変えて、意図的な自殺戦してると思いますよ。だからもうこれ勝ちに行ったら余計やばいことになるかもしれんっていうね、そういうような形で、そうしたのかもしれませんけども、これはまあ、もう前から言って、もちゃんと別行さんに払ってもらったらいい。払ってもらった別行さんもその後、うなぎ登りになるはずですから。これだけ世界中で人口が少子化していっても、その河川水門開式玉発電の話持っていけるから、別行さんも。クオリティ高い、容量は大きかった。だけども河川水門開式ダム発電、我々は阿波江さんと協力してできましたよっていうことが言えなかった。これもう最後どうなるか分かんないですよ。その人たち、会社辞めた後も。電波でどういうふうに、どんな目に遭うか分からないから、本当に、しっかりとね、お支払いしていただいた方がいいと思っています。で、してもらわないと困ります、本当に。で、まあ、一応土曜日で競馬のある日だから、落馬とかね、あったら困るから、ちょっとね、怒らないで言っています。まあ、その分ね、雷が鳴ってたら、もうそれはもう、現世の人たち、未来の人たち、あの世の人たちがもうお怒りになってると。だから、ミッドウェイの海戦とか、フェイクをずっと言ってたわけでしょう。そしたら、だから日米友好、日米で友好で何をベースボール広げて、エネルギーの消費加速させて、生き埋めになった人たち増やしてんのって。だからその人たちのお怒りですよ。その人たちの親族も含めてね、もうあの世に行かれてる人たちとか。そういうことをちょっと大真面目に考えていただいて。で、雷に対する対応の仕方なんかもうどこで、もう僕は動画で公開しますよ。さ、ある程度警察官の人たちのことも言ってます。言ってますけども、その延長線上で真面目に働いて、わかったわかった。そんな精神を生産されなくなる薬なんか、そのとこ連れて行ったら飲まされるんだったら、もう俺らもそんな精神病院なんか連れて行かへんもんあって、逆に精神病院とかそういうふうな精神を生産されなくなる薬作って金儲けしてるやつは捕まえたるわ、差し押さえたるわっていう警察官の人たちもいっぱいいるんですよ。だって僕は学生時代の頃に山口組として扱われて、精神を生産されなくなる薬を作ってた田岡製薬所取り締まられてますもん。三井系列、今は三井住友系列。フィナンシャルグループ。銀行と証券会社と製薬会社がワンセットになってるから、金に物言わせてさらにバレそうになったら精神病院に閉じ込めて、さらにそこで行政の金使って金稼ぎする、ふざけんなよっていう話、一応笑いながら言っておきます。これぐらい勢いで言ったよ。雷がもうこの辺でゴロ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 いるな、近くに精神病院とか医療機関もうこの辺だけで、内科と歯医者だけで10件以上ずつあって、総合病院もすぐ近くに、この近辺に3つ以上ありますから。こう小さいところで言うと、幸福病院っていうところと、大きいところで言うと、再生外病院とアドベンチスト病院。あのレベルになったら本当は大きい。本当の人口を知ったらびっくりするから、そんなにこの辺人おらへんやって。誰がそんなにしょっちゅう病院行くねんって、入院する人なんかほとんどいるわけないでしょって気がつくから。この範囲だけでも物事見たら、北の方行ったら、もう、ちょっと二駅か三駅行ったところに大きな総合病院。それはあっちこっちで雷になるよって。で、それをね、うまくこう、雷の怒りの方向性を全部集約して、一応ちゃんと有馬警察署の上を通過して、一応それ牽制しておかなかったら死んで、その様子がね、ホームページ、淡井圭介の履歴の、95.1番、天の轟きについて、まあ、これは物流センターの横に物流センターを作ろうとするわけのわかんない工事、人口少子化してるのに、物流センター、土地余ってます。もともとの物流センターがガラガラです。で、そこに、近くにね、両サイドの物流センターを作ろうとするわけのわからないところ、ちょっと待ってください。電気つけるの忘れてました。で、この動画見てもらったら、本当にね、向こうの方が雷がゴロゴロ、向こうの方にあるんです。物流センターが作ってるところね。もう3年ぐらいかかってる。本当。3年目ぐらいに入ってる。で、まあ、あの辺りとかもういろんなところでもう至る所で雷がもう30分くらいゴロ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 になってきて、こうだんだん来てね、そこの有馬警察署の上通過して、その先に何があるか、これが重要なんです。貯水池があるんです。電気は水の中に蓄えれるんです。車のバッテリー見たらわかりますよ。分解したら、分解してる映像も僕のホームページから見れるようにしています。で、中周りプラスチックで中水なんです。
車のバッテリーって間に仕切りでプラスチックの板入れてるだけなんです。何の意味があるのかよく分かんないですけども、あの多分将棋が終わった時に板ぐらいちょっと入れておかなかったらこう へこんだり割れたりとかするから、板プラスチックの板入れてるだけ、図全体ので、だからそこにね、電気が落ちやすいような、あの、伝導率の高い銅とかの飛来芯を置いておくと。高く、鉄塔とかで。なんならそこでもっと詳しい人たちでね、こう、うまく誘導して、で、そこであの世の人たちの怒りをそこの電気にね、あの、鉄塔にドーンと落ちると。雷が何発も何発も。で、ついでに電線繋いでおいて、調整しておいてね、どれぐらいの電流が流れていくかっていうところ。それで、はい、火力発電所停止みたいな形で、ね、電気は縦横無尽に走っていくんです、基本的に。伝わっていきますから。で、大きなため池ですから、もう相当な量、電気蓄えれます。ちゃんと、絶縁体、蓋しておいてですよ。これはコンクリートでもいいです。いいですし、プラスチックでもいいです。まあ、中がね、綺麗かどうかとか、何かあったとしても、そいつらが痺れるだけだから。アメンボのこととか、もうどうでもいいでしょ。まあ、けど、一回ね、水全部抜いて、綺麗にはしておいた方がいいと思います。で、その下に畑とかあるのは分かってる、分かってる。もう一つ貯水池とか作っておいたらいい、ちゃんと。畑の量は減ってしまってるんですよ。もうだから水、あんなにたくさん水いらないから、そのね、だからそこの電力を雷なんかなかなかないから、でそこの電気全部使い切った後、その水を畑に流し込んであげたらいいから、もう結構ね、ある程度の時期しかその水いらないでしょ。そこの田尾寺駅と大川の横に水路があるでしょ。この辺、もともとこの辺、畑だったんですよ、畑。で、そこにね、水田に流し込んでいくために、そこの家にもう一軒家とかたくさん建てた大バカ者の人たちがいて、せっかく水路あるのに、で、水路作ってるのに、もう開け閉めするだけで、しかも手動でもうこんなに効率のいいこと、エネルギー効率ですよ。エネルギー効率のいいことしてんのに、でもだから、近くに藤原台とかの民家あるか、これ、トラクターなんかいらない、もう畑歩いて行って、もうちょっと耕していってこようかぐらいのノリで、耕せるから、あんなもう畑なんて、本当にもう。正直ね、1時間ぐらい気合入れて仕事したら、10メートルかける10メートルぐらい耕せるでしょ。あなたたちどんな仕事してきたのって、本当に。ちゃんと運動部入ったっていう話。入ってなかったとしても、頭の中でイメージしたら、できそうでしょ。1時間で10メートルかける10メートル。そんな、1メートルかける1メートル1時間かけるのあなたはって、そんな話になってくるでしょ。あかん、そんな仕事の仕方されたら、それはもう介護になるわっていうようなね。だからその動画をちゃんと最後まで見てもらって、でちゃんと有馬警察署の人もこの話とか雷の動きまでちゃんと僕たちも自分で見たからとか、俺は撮影したからとかいうような、そういう人たちもいたんですよ。もうその人たちが今どこ行ってるか分かんない。もう僕も誰とそういうような込み入った話をしたか、もう早稲田がもう自分で動画撮影して、もうちゃんともう公開してる。ああいう現象結構あるから、この辺では。じゃあ、だからあの世の人たちも振り上げたその拳の怒りの行き先を、ちゃんと淡井君の言ってた、その電力を蓄える話で、ちょっと僕らも厳正で雷ゴロゴロ。天の轟きよって。あんまりこれ言うとね、万引き行為とかしていた人間とか、こう天の轟きとかを聞いてごめんなさいみたいな形にならなくなっちゃうんですけど、笑う話。ああ、淡井さんの電力を作る方法かみたいな形になっちゃうとね、困るんですけども、今までもう十分に行政とか悪いことしてきたから、嘘とかでね、あと精神を制作されなくなる薬だとか、だかその辺のところで、だから優生方法とかで、ね、最高裁判所の判断でね、結局、判決出てます。
それだったら政府がしてもらって、この間ニュース放送してるし、僕のホームページで見れるでしょ。確か、もうアクセスできるようにしてますよ。もうこれ以上言い訳できないように。で、だから新人の警察官が間違えて、その警察官も訴えられて連れて行かれるから、もうそんなバカバカしい世の中なんか作ってたらダメだから、本当本当に。裁判所の判例っていうのをね、作ってたんですよ。ちょっと待ってください。これ、ちょっと逆光、200番台にあるんですよ。200番台か、ごめんなさい、300番台かもしれない。番台って言ってしまいましたよ。スーパーロボット対戦。この間、家にプレイステーションビーター持ってたことを思い出して、とりあえず昔のスーパーロボット対戦の、ダウンロードするのもよくわからないから、とりあえず、中古で売ってるやつ、を探して、もうあれはものすごく軽い、何かのついでに運んでくれたらいいぐらいの感覚、お急ぎ便じゃない。あんな SD カード1枚2枚とか載せたところでね自分で持ってみたら分かります。スーパーロボット対戦 V と、あともう一つ、何か V だったかな、何だかな。まあ、二つちょっと購入しました。セットで売ってたから。3000円くらいで。この値段聞いたら、ちょっと我が殿下とかしてる人も一旦動き止まるでしょ。この金額やっぱり異常なんちゃうかって。333万、裁判所の判決。ここだったと思いますね。333、晴れるように。冬。みんな、暖房使わなくても、暖かい冬が過ごせるようにって。これですね。あ、ありました。333、裁判所の判決など。ね、ちゃんと裁判所もね、訴訟費用とかね、晴れって書いてますから。2024年8月30日記載。こちらは判例ではありませんが、忘れないようにアクセスできるようにしておきます。確か最高裁で原告は勝訴を取っていたと思います。これは、ちゃんとね、裁判の判例で、ちゃんと最高裁判所がこれは認めた内容はあるんですけども、その前から、その裁判所の判決あったでしょっていう話をしたときに、私は知らないとかいうことをね、こらよく起きてる。もともとその人が裁判官していて、企画してたんだったとしたら、どういうことだったのかっていう話なんですが、もうその人がこの辺にいるかどうかもよくわかんないですよ。本当にテレビの放送があんな状況だったら。でもこれちゃんと書いてる。国に賠償を命じる判決を言い渡したと。最高裁ですよ。総理でも最高裁の判決なんか動かしようがないですよ。勝ち勝ち勝ち勝利。精神を生産されなくなる薬に飲まされた人間の人たちの勝ち勝利。病院から取り返したい。で、病院が入院費上げる、そんな甘い話ない。自分たちのボーナスとかなくなる、退職金とか絶対そう。当たり前じゃない。なんで大阪ヒルトで1ヶ月入院したぐらいと同じ金額になってんのよ。4人部屋やろ、うん、なもうあんな普通のベッドで、しかも布団だけ敷いてやいいのに。もう騙し合いなんかしたら騙されるからどうせ、本当に。ということで、ちょっとね、警察官込みね、サッカー選手してた人もいると思いますんでね、海外の人たちも含めてですよ。正義ことと悪いことも分かったでしょ。日本の最高裁判所でそういう判決が出るっていうことは、国際司法裁判所では当たり前です。そういう判決出ます。こんなにとんでもない少子化が進んでいて、エネルギーの残存問題とか、いろんな本当の話、フェイクニュースがこんなにたくさんあったとかで、みんな嫌気出させて、騙されていた感とかでね、あとは家のローン、もうこの年齢から結婚しても家のローンなんか返済できんわとか、そういう内容とかでね、もうめげてしまって、あと個人情報保護とかに邪魔されて、本当は、開示請求あるんですよ。個人情報の中に。第三者の利害に関して、そこに抵触するから、開示できない。そんなものは各個人のパスワードぐらいや、ほんともう。それを理由にして開示を拒む会社の売り上げとか、そんなものがあるんだったらね、そこの会社絶対悪いことしますよ、って。
どういうところから操作したらいいかも簡単。で、ただあの法律はなくした方がいい。個人情報を勘違いするだけ。本当にいろんな人たちが。情報が常に開示しなきゃならないぐらいにしといたらいいんです。パスワードとかそういうのはダメよって、銀行の口座とかって、絶対盗人用のところの法律、そこは固くっていうね。これぐらい、物事をしっかりとご理解しておいていただけたらなと思います。皆さん、以上です。チャンネル登録と着信通知の設定、よろしくお願いいたします。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。べっこうさんとかも僕のホームページ、現在チャットとか、ワードチャットとかで記載したからといって、再生時間とか削っちゃダメですよ、皆さん。みんなでちょっと協力して、これ乗り切らなかったエネルギーの残存の問題、国連の優先事項第1位ですから。で、特に僕に収入があるかというとないんですよ、動画。で、これね、閲覧者数見てもらったら分かります。見てくれ、見てくれって言っても、あんまり見てないんですよ。ひどい時、一桁ですよ。そんなもんね、過去365日を遡って、3000時間なり4000時間、淡井さんの場合はいいっていう、べっこうさんの許可も条例で作っといたらいいですよ。ホームページ、淡井圭介の履歴を見るべきだって、エネルギーを節約する方向だと、我が社はそれで、これぐらいの値段で販売しましたっていうことをちゃんと言っておけばいい。ただし、淡井さんにお金をちゃんと、渡す予定で始めていましたと。しっかりとした売り上げが上がったら払ってくださいよって最初から言っています。SD カード、高島屋経由で送った SD カードに言ってますよ。もう別に中国戦勝たなくても後の国勝ったらいいから、そんなもん。簡単でしょ、そんなものも。もう世界中スタジアム作ったもの。負けですから。以上です。